東急バスの日吉81系統は綱島駅から綱島 SST 前、北綱島と綱島街道をひたすら直進し、日吉駅東口に至る路線です。日販営業所で運転される駒岡線日吉91から95系統の入出庫に使われており、早朝または深夜のみの運転となっています。かつてはこのルートで横浜駅西口からの直通バスが運転されていたようです。綱島街道は東急新横浜線が走るルートであり、東急東横線とも並走しています。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。